はい、おじさんチャンネルです。こんばんは。こんばんは。弁天島弁天島の動画の頭で前が弁天島って実は言ってるんですけど、うん、なんでそこで弁天島って言わなきゃいけないのかよくわかんないんですけど、でも ふと思ったんですよ。よくあの俺が見てる YouTube であのデカキンね、あのヒカキンに憧れてあのやってる YouTuber でちょっと太ってる人 ね、デカキンさんって人がいるんだけど、その人がよくね、あのなんとか出てくる時に、うん、あのその商品とかをね、例えば iPad とかでも iPad パンポンシコーンってやってるんだけど、あのそれのなぜか知らなく刷り込まれてしまったらしくて、あのなぜか駅名を呼ぶ時に誰に似てるかと思ったらヒカキンじゃないや、デカキンに似てるって言われたね。なんであそこで急にベンテンジーマーってそうそうそう、なんでデカキンになっちゃったのか、まあ、そういう感じなのかもしれないけどあの真由翔さんのところでね、僕は真由翔になっちゃったのと同じで何かを間違ってるのがね、まあ、真由らしいところですけれども、はいはい、そんな真由がちょっと語ってみたいことがある。いや語るっていうほどのことでもないんですが、はいはいはい、あのまああの去年の、浜松のホールツアーの後から、うんまあ、お店に浜友さんがね、うん、いっぱい来てくださって、うん、その中であの一人あのお話ししてる時に、うん、あのまあだからほら夫婦で、うん、旦那さんが好きだと、うん、うちもそうじゃん、もともと私はあの浜松のこと知らなくて、うん、カズが好きなんだって言われて、うん、そうなんだって名前もよく分かんないし、うん、どんな人なのかも分かんないし、うん、どんな音楽家してるかも分かんなかったけど、うん、まああのいろいろ聞かされたり、うん、ライブに行ったり、うん、聞かされたりはい、はい、聞かされたりじゃないねあのその辺で聞いてたりそれから聞こえてきたりか、ね、聞こえてきたりでライブ行ってみようって言って連れてってもらったりしてる間に、うん、まあでも一番のきっかけはやっぱりあそのあプレイスインザさんプレさんっていうバンドを始めて、うん それは浜松のコピーバンドとしてやっていきたいって言っていっぱいコピーしていく中で、うん、深掘りやっぱり演奏するにはしていかなきゃいけないので、うんうんそういうのをしているうちにどん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 、うんまあ、レパートリーも増える、うん、それだけ 曲も聴く、うん、でどんどん好きになってんだっていうのが一番のね、うん、理由ではあるんだけど、まあその浜友さんの中にはあのやっぱり旦那さんの方が渚園も行って、うん、で結婚されて奥さんも好きになっちゃった、うん、だから夫婦でファンクラブ入ってんですよっていう方もいるんだけど、うんある時来た方はあの奥さんはあの浜松の音楽があまり好みでないとでキザなのよって言われちゃったんだよねっていう風にね、であの女の人ってそういうもんなのって麻由さんの意見女と人が浜松の曲を聴いた時にどう思うのかってこともちょっと語ってみてよみたいなことをね、うん、言われたんですよ、うん、でまあね、うん、普段ああいう浜松が言うような恋愛ソング多いじゃないですか、うん、でああいう感じの言葉を、うん、じゃあ君は何とか書いて本当に言うかって言ったらそんな風に言う人やだよねそれやだけどでもそれはその浜松の中の恋愛のワールドがあって、うん、そこでワールド僕好みのワールドそれ違うしワールドだね神尾だしまあねだからそういう風にじゃあさ浜松が本当に恋愛してる時に君僕のことどう思うんだいって言って恋愛してないってこうなるこれなんか違う気がするんだけどね、はい、だからさあのそりゃ奥さんが言うのもキザってね言うのも分かる気もするんだけど、うん、でもそれはもうそのあの浜松の曲の世界だと思えば、うん、それがいちいちキザだとか私は思わないよって、うん、ただ
まあ、浜松の中にもこの1個前にね、うん、浜松の曲がロックなのかロックじゃないのかって言ったけども、うん、私たち基本ロックボンロックボンドロックボンドね、なんかあのなんかずっこけた感じがして悪くはないけどねはい、ロックボンド、はい、2人でやってるロックバンドね、はい、ロックバンド、はい、なんだったっけロックバンドをね、うん、してるので、うん、あの基本私もあの隣の部屋からもロックが聞こえてたぐらいなんで、うん、あの演歌も好きですけど、うん、そうね、でもあのロック好きなんですよ、うんうん、テンポ感があって、うん、ね、まあ高揚感がね、うん、あるからね、うん、だから自然にアングリーなのかハングリーなのかっていうそういう問題も含めてね、うん、だからね、そういう意味では自然に、うん、あの浜松の音楽も入ってきたし、うん、あ好きじゃありませんみたいな、うん、そういうちょっと苦手なんていうのもあるじゃない、うん、だけど浜松は自然に入ってきて自然に好きになってだけども、あのまあキザだなんて思ったこともないし、だけどもあのそのすごいあの恋愛ソングの中で、うん、まあ自分のその時 の、うん、あの精神状態とか、うん、体力とかにもよっても変わってくると思うんですよ、うん、あの一時期ね浜松の曲がね聴いてて辛い時があったんですね、うん、あのなんかもうちょっとだからその頃はユニコーンの方がなんか聴いてて、 あの、まあ、それはだからプライベートでちょっと、うん、あの悲しいこととかがあった時だったりもしたので、うん、あの浜松を聴いてると辛かったんですね、うん、今はもう全然そういうのなくって、うん、もうお気楽ご気楽、うん、お気楽ご気楽だね、はい、気楽、え仕事は大変だし、まあそうね、大変あのね稼ぐのも大変ですけども、そう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 、だけどそれ以外の、まあ、前だけ向いていけばいいからね、そう やりがいのあるお仕事やらせていただいて、うん、あの日々頑張ればいいだけなので、うん、そういう意味では、うん、あのあるそういうね昔あったような、うん、あの心配事とか、うん、悩みとか、うん、そういうのも今はない状況なので、うん、今は普通に聞く体力があるというか、うん、あこういうのもあるよねって自分の中で噛み砕けるんですけど、うん、まあそれはだから人によって同じ曲でもあの自分だってそういう風にいいと思える時と悪い、うん、辛いって思える時があったわけなんで、うん、まあそれはしょうがないよなと、うん、音楽も生き物ですよ、うん、ねなんで笑ってるなので、うん、あのその浜松のとにかくちょっと炎上しないでねちょっとちょっと大丈夫、炎上するほど人が見てないから、そうですね、ちょっとめめしかったり、ちょっとあのなんていうのかな、なんていう言葉にしたらいいのかわかんないけど、うん、ね、まあのまああのラブソングに関して言えば、あのなんだろうな、あのうん、微妙な感じのあの歌詞の内容っていうのはまあ存在するよ ね、うん、ただそのあのなんだろうな、あの好きだけどこっち向いてくれないっていうような感じの歌はまあでも割と少ないんじゃないのかな、うんうん、あのこっちを向いてっていうのあっても、あのまあだからあの片思いみたいな曲ばっかりかって言われると、うん、あのそうでもない部分があるからね、うんうん、まああのまたね、あのあの比較するとあれだけど、それは例えばほらあのオフコースなんかだと、あの終わるはずのない愛が途絶えたって いきなりこうなんか突き落とされた感じがするとこから始まるじゃんあのまあ最後まで聞けばね、あの言葉にできないです、うん、あのまあある意味でこうなんだろうね、あの出会えてよかったってね、あの歌詞歌ってるように、あのまあ、 あの伝わってくるんだけど、出だしがいきなりこうずんどこまで引っ張り込まれる感じがするじゃない、うん、浜松の場合そこまでこうあのこう悲しみのずんどこにこう
放り出されるわけではないじゃない、そういう歌ばかりではないから、うん、お子さんなんとなく聴いてるとあのそういうところにはまりやすい感じは、うん、あのするかな、まあ、たあの愛を止めないでみたいなのもあるから、まあ、それはそれなんだけれども、うん、だけどあのそういうあのこういきなりグッとこう引きずり込まれてしまうような感じではないじゃない、うん、だからどうしてもそのあのおしゃれとまでは言わないけれど、きっとそのやっぱキザって感じさせるようなあの歌詞の内容は特にあの中盤以降があるんじゃないかな、うん、初期の頃はその片思いみたいな世界っていうのが存在したんだけれど、うん、あのどこからだろうね、だからあのセーブ・アワー・シップ、あの前が初めて言ったあの辺りからそのシャレオツな恋っていう感じがする歌詞の内容が、うん、あの出てきたりとか、それからマイファーストラブとかね、うん、その辺のあたりになってくると、あのなんだろうな、あのそういう昔の歌詞の内容とは明らかに変わってきてるから、まあ、もしかするとあのあれなのかな、あのそれをそういう歌詞を知ってると、あのなんていうかな、あのキザな感じっていうのがあのするのかなって思うんだよね。だからちょっとその辺が、まあ、あのキザと思ったあの理由がどこにあるのかってことはあの深掘りしてほしいなって ね思うんだけれど、うん、なぜキザと思ったのかね、どの曲でそう思ったのか全部って言われたらちょっとね困っちゃうけどね、うん、なんかね、せっかくそうやってみんなあのなんていうの、どちらかがパートナーのどっちかが好きだと、なんか自然に、うん、ああいいわねってなってって、うん、ライブ一緒に行ってみるわみたいな風になってく方が多い中、うん、そういう風に言われちゃうのも、うん、まあその浜友さんだって悲しいだろうし、うん、まあどうしてもね、愛入れないって人がいるのもしょうがないとは思うんで、うん、やっぱり、うん、その好き嫌いの、あのいつも言うよし悪しの問題じゃなくて好き嫌いの問題なんで、まあね、それはどうしてもね、ダメっていう人もいるだろうからね、うん、私もいるもんね、あそうね夏フェス行っててこの人嫌ってね、嫌っていうのがあるからね、しょうがないですね、それはね、なるばリッチね受け付けない時は、俺は良かったと思ったんだけど ね前にはちょっとシャレ落ちすぎてダメだったかもしれないね、うんまあ、でもナルバリッチ以外にもいたからな、さっき、はい、ナルバリッチさんは結構いいと思うんだけどね、他にもいました、夏フェスね、はい、前から NG を食らったアーティストがいました、はい、まあまあ、浜松の場合だからそのサングラスっていうのは一つね、あのほら宇崎竜童さんが、うん、サングラスかけてねダウンタウンオンリーだった頃にはやっぱりその同じように多分キザな人っていうイメージあったんじゃないかな、きっと。で本人もそういうモードで喋ってたと思うんだよね、うん、きっと。だけど役者さんとかやってね、うん、サングラスしないで喋ってようになってから普通のおじさんとはちょっと違うけれど、でもなんだろうな、その構えなくて、本人もきっと構えなくてよくなったんじゃないのかな、だからその辺でイメージが変わってね来たのかなとは思うんだけれど、まあ浜松の場合サングラスを外すってことは多分ないだろうから、どうしてもあのキザだってイメージはなかなかね取れないのかもしれないけれども、でもまあね、まあ、日本人は目元が見えないととにかく、うん、不安になりやすいので、海外の人はね口元が分かんないとね、ヨーロッパの人がは口元が見えないとっていうふうに、だからマスクはどうもねダメってね、うん、サングラスはいいんだけどマスクはダメだ、きっとその浜友さんの奥さんはきっとヨーロッパ人の血が流れてるんじゃないのかも、ね、きっと、まあ、そう思えば受け入れられるかもしれないんで、うん、まあね、どういうイメージを持つのかはまあ人それぞれなので、うん、無理に説得するのもね、大変だなとは思うけれども、うん、でもそれでももしかすると
まあ、あの、なんていうかな、いろんな曲をね、まあ、浜松のいろんな曲を聴いてみれば、ああこの曲は好きとかっていう日が来るかもしれないので、うんうん、あのめげずにね、あの奥様にこんなのどう、リビングで聴いてみて、ね、そうそうそう、リビングで聴いたいね、車の中でね、うん、あ車の中いいね、いい音だしね、今はそうそうそう、聴いてこんなのどうとかっていうのもね、うん、あのいいかなと、あの思いますので、まあ、あの前だってほら、あの俺とその、ね、前にあの動画で、ね、やっぱ話したエクストリーム、うん、カルチャーショックを受けたエクストリーム、うん、あのそれで武道館行って、うん、渋谷渋港、まだ渋港だった頃だ ね、うん、行った、ね、行って、うん、でもうこれで最後にしますもうこれで最後にしますって言われちゃったからね、行きたかったら一人行ってくださいってはっきり言って、俺もそれっきりエクストリームはそれっきりになってしまったからね、まあ今年ね来日するけどどうしようかなってあのやや悩んではいるけど、前にこれ最後にしますって言われたからちょっとね、あのその辺ちょっとどうかなって今迷って、あのそれが理由でね、いろいろ言われても大変なんで、なのでまあそんなこと、ね、一人で行くのダメっては言わないから、ね、どうぞお一人で行ってください。なかなか一人でコンサート行くことないけども、いつぞやの草薙剛以来なね、うん、あれはね1枚しか撮れなかったからね、そう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 、本当は前も行きたかった、行きたかった、ね、和田翔も出てたからね、うん、行きたかったかもしれないけど、うん、まあまあまあそんなことがあったりします。まあ懲りずにですね、はい、あの奥様を説得をですね続けていくといいかなと、まあ前みたいにそのエクストリームみたいなこともあるので、まあ無理をするのもいけないかなと、許してくださいって言われちゃうかもしれないから、ね、一人で行ってくださいってやっぱり最終的にはそうなるから、そう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 、まあ、あのそういうこともありますので、はいはい、そのめげずに行きましょう、はいはい、楽しんでいくのもいいかなと思います、はい、プレサンチャンネルでした。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。バイバーイ。